三条先生と熊沢さんが一体どういうことなの？ああ、シャノン、無事でよかった。君に何かあったら僕は。庄司様。ジョージ君、少し静かにして。あなたたちの目の前で殺人が行われたんでしょう。犯人を見たの？見ないの？それがその、何と説明すればいいのか。源氏さん、私たちにも見たものをうまく説明できません。確かにそれは私たちの目の前で起こりました。私の目の前にいた。だけれどあれはその何だったんだ。私にもわからないんです。何を言ってるの？あなたが出会ったのは昨夜から所在不明の魔女ベアトリーチェか、行方不明になっているカノン君かの、どちらかしかありえない。男か女か、それだけでも答えられるでしょう。ローザおばさん、少し落ち着けって。目の前で二人やられりゃ誰だって混乱だってする。ゴダさん、ゲンジさん、焦らなくていいぜ。何があったのか順を追って話してくれ。それが何を私は言えばいいのか。君は見たのか、南條先生が襲われるところ。はい。僕に教えて、わかることだけでもいい。一体何があったの？勝手口に来たんです。そうです。勝手口に誰かがやってきたんです。そして誰だろうと私は扉を開けました。勝手口に誰か、それは誰？最後まで言わせてやれ。それからそいつは血まみれで大怪我をしていました。私たちは使用人室に運び、すぐに南條先生が手当てをしました。そのとても深い傷でした。だからそれは誰のことなの？わからないんです。確かに最初はそうだと思っていました。いや、今でもそうだと思ってるんです。でもあれは一体？わからない、わからない。源氏さん、あなたは見たんでしょう。勝手口に来たのは誰？はじめ、私たちはその人物がカノンであると信じました。ほら、やっぱり生きていたでしょ。私の推理は正しかった。はじめはってことは、後にその認識は変わるってこと？はい、その後に起こったことは口では説明できません。南條先生と熊沢を殺し、そして姿を消しました。その時彼は間違いなくカノンではありませんでした。そうなんです。源氏さんの言う通りなんですよ。口ではとても説明できない。君も同じ意見なのか？はい、私も同じことしか申し上げられません。
みんなで一緒に使用人室に行きます。全員一緒に行動すれば安全よ。マリア、落書き遊びはおしまいになさい。おお、落書きじゃない、ベアトリーチェの問題を解いてるの。おお。ベアトリーチェの問題？何のことだよ。俺にも教えてくれよ。ローザおばさん、マリアちゃんも、その、連れて行くんですか？マリアちゃんは僕と一緒にここで待ってようね。どうした？何事？なんだなんだ、どうしたってんだ一体。二人の言いたいがありません。どういうことなの？そんなはずないんです。確かにお二人はここに。おいおいおい、なんだよ、死体がどこかへ歩いてったってのか。そんなわけないだろ。だってこの使用人室は施錠されてたんだろ。それを今ゴーダさんが開けて入ったわけじゃないか。ってことはなんだ、ジェシカの部屋と同じってことかよ。また密室の中から消えたってのかよ。そんなバカな。私にも何のことやらさっぱり。私たちはこの部屋を出るとき確かに鍵をかけて、私こそ何が何やらもうわからないのです。二人の死体が消えた。しかも鍵をかけたのに消えた。仮にカノン君が犯人だとしても、カノン君はマスターキーをもう持ってないはず。違います、カノン君は犯人じゃありません。シャノン、僕はシャノンを信じるよ。カノン君は犯人なんかじゃない。きっとこれは彼によく似た何者かの仕業なんだ。いえ、カノン君はマスターキーを手に入れられたわよ。だって彼のマスターキーはジェシカちゃんの遺体のポケットから見つかった。そしてその鍵は誰が手に入れた？そうだ、南條先生が。
ジェシカの部屋の推理を前提に、なかなか素早く組み立ててきたものよ。その方法なら、魔法でなくても密室は作り出せよう。まずは旧大典というところか。しかし、実に面白いが、お前は一つ忘れてはならぬことがあるぞ。お前の言う方法で、犯人がマスターキーを取り返したなら、その犯人はマスターキーをジェシカの遺体から南條が回収したことを知っていたことになる。言われなくても分かってるぜ。あの時、あの場にいた人物以外知り得ない情報だって言ってんだろ。この第三の密室があっさり破られちまったもんで、そういう手で俺に闇を言うしかねえんだろ。同じネタの繰り返しは芸がないぜ。成功法は書かぬ。絡めては成功法と同時に進めてこそ意味がある。絡めてのみに出するは手段が目的となった時に起こる愚策に過ぎぬぞ。そうですかい。じゃあお得意の赤で何者かが使用人室に隠れていたを復唱してもらおうじゃないか。その必要はない。お前の推理の前提は今から崩れる。お？お？拒否かよ。やっぱり誰かが隠れていたんだな。ローザが今からお前の前提を崩す。まあ耳を傾けてみよう。信じてください、ローザ様。確かにここに二人の遺体を安置したんです。この床の真っ赤な血は彼らのものなのです。ローザ様、私たちは断じて嘘などついては。間違いなく二人の遺体はここにあったんです。静かに。死体を隠した本人は死体はよそに持ち去ったと告白している。これでね。それは一体、まさか礼拝堂にあったのと同じ紋章入りの封筒の手紙。ええ、そうよ。ここに堂々と置いてあったわ。読むわね。後宮家の皆様、黄金の碑文の謎解きはいよいよ佳境に入りましたでしょうか。皆さんに私を止めることができる唯一の方法が碑文の謎を解くことなのです。それ以外のいかなる方法をもってしても私と儀式を止めることはできません。くれぐれも皆さんの目的をお間違いなきようよろしくお願い申し上げます。私を探そうとも無駄。
私から逃れようとも無駄。私を否定しようとも無駄なのです。黄金のベアトリーチェ。追伸、二人の遺体を儀式にお借りします。後ほどご返却いたしますので、ご容赦をお願いいたします。あと、この鍵は皆様のものですので、ご返却いたします。なんだと？ってことはどういうことだよ。ふざけんなよ。またかよ。またマサキを持ってる仕様にしか疑えないってのかよ。わらわは赤では言ってはおらぬぞ。彼らがこの部屋に施錠をして去った時、この部屋に何者かが隠れていた可能性を否定してはおらぬぞ。ベッドの下にでも隠れれば死体をどこかへ運び出すのはできないことじゃない。しかしそれじゃ施錠ができない。わざわざ手に入れたマスターキーをここへ置いてっちまってる。そうだ、忘れてた。この部屋の本来の鍵である使用人室の鍵はどうなっている？それなら使用人室の奥のキーボックスに収められているぞ。使用人室の鍵は数本あるが、その全てがキーボックスに収められているってことは、ジェシカの部屋の鍵の時と状況は何も変わらないってことか。使用人も便利なマスターキーがあれば、不要な鍵はわざわざ持ち歩かないもんな。キーボックスにしまわれっぱなしになってるのも納得だぜ。その他の条件も何も変わらぬ。出入りは唯一の扉と唯一の窓から以外は不可能。ゆえに隠し扉などの不正規な出入り手段は否定される。喜べ名探偵ども。そしてそれらはいずれも施錠されていた。扉も窓も施錠時にはいかなる出入りも許さない。つまり施錠を維持したまま扉を外す、隙間を作ってすり抜けるなどなどは通用しないということだ。当然だが、扉の解錠は使用人室の鍵とマスターキー以外は不可能。毎回これを読み上げるのも面倒だの。今度これをまとめて一言に略す言葉でも考えよう。だがこの部屋に誰かが隠れていたことは復唱できねえだろ。しかしそれだけでは密室の扉が破れない。ああ、くそくそ、ダメだダメだ、全然ダメだ。お得意のチェス盤をひっくり返すとやらはどうした？自慢の陳説をぜひ披露してみよう。チェス盤をひっくり返す。俺が犯人ならどうする？死体をどこかへ運び出す。手紙を残す。内側から鍵を閉める。ここから何かの方法で部屋を脱出すればいいんだ。くそ、そんな方法はあるのか？扉と窓以外からは外に出られないと赤で言われちまってる。あ、ベアト、復唱要求の前にお前の言う隠し扉の定義を確認したい。何を思いついたやら。よかろう、説明する。隠し扉とは知らぬ人間が認識できぬ出入り口のことであろうが、そんなこと子供でも知っておろう。つまり部屋の外に出られなかったらそれは隠し扉じゃないってことだよな。ほう、そうきたか。俺は犯人は密室から抜け出したものだとばかり思っていた。違うんだ。犯人だって密室から脱出できなかったんだ。だから隠れてやり過ごそうとした。
ようやく見えてきたぜ。喰らえ、ベアト！復唱要求！この部屋には、俺たち以外の誰もいない。俺たちってのは、俺、ジョージの兄貴、マリア、ローザおばさん、ゲンジさん、ゴーダさん、シャノンちゃんのことだぜ。どうだ？言えねえだろ。ほー、ほー。痛えとこ疲れただろ。拒否なら拒否と言いやがれ！次行くぜ！復唱要求！この部屋にはお前たち以外は存在しない。お前たちの定義とは、バトラ、ジョージ、マリア、ローザ、ゲンジ、ゴーダ、シャノンのことを指す。な、ジェシカの部屋に話を戻す。ジェシカの死体発見時、ジェシカの部屋にいたのはバトラ、ジョージ、マリア、ローザ、ゲンジ、ゴーダ、シャノン、熊沢、南條のみだった。おっと、死体のジェシカももちろん含む。よって、ジェシカの部屋の件、そしてこの使用人室の件の両方について、そなたが認識していた以外の人間は、存在しない。誰も隠れていない。さらに言おう。扉は鍵を使用せずに、外から施錠する方法は存在しない。窓については、外からはいかなる方法でも、施錠する方法は、存在しない。ついでに言おう。そなたは無能だ。バカ野郎。それじゃ、本当に、密室じゃねえかよ。せっかく思いついたのに。お前が隠れていたんなら、すべて説明がついたのに。トリックを打ち破れたと思ったってのに。くそ。したのだ、後ろ宮バトラー。魔女を否定する気で満々だったじゃない。そんなところで這いつくばって悔し涙を絞り出してどうしたんだい。ああ、それはとっても素敵な方法。わらわを笑い転げさせて笑い涙の海で溺れ殺してやろうというのは確かに素敵。実はそうなんだろう。わらわを笑って笑って笑い殺してやろうって手なんだろう。後ろ宮バトラー。何が魔法だ。魔女なんて絶対に否定してやる。お前なんて絶対に信じない。魔法の力でみんなを面白半分にいじめ殺してるなんて絶対に認めねえ。
なあバトラー、いじめすぎて悪かった。わらわ側からチェス盤をひっくり返してやるぞ。お前に代わってお前側の最善手を教えてやるよ。聞きたい？ふざけんな、聞きたくねえ聞きたくねえ。ジェシカの部屋の件、そなたは実に良いところをついていたのだぞ。隠れてやり過ごそうとした、これは実に良い着眼だった。だがなぜそれをカノンと19人目のわらわにしか考えなかった？そうか、隠れてやり過ごすの隠れてが邪魔だったから考えが至らなかったか。ほーら、もうわかるだろう、ジェシカだよ、ジェシカ。しかもグルなのよ。そして剣士をした南條もグルならば第三の密室など茶番だろうが。わらわがいる。さあ後ろ宮バトラー、ひざまずけ。そして永遠の忠誠を誓ってわらわの靴を舐めるがいい。わらわを認めれば全ての謎に決着がつく。わらわの力をもってすればどのような密室も生み出す、そして打ち破れる。バトラー、力ある者に屈服する喜びに身を委ねたくはない。そなたはわらわの一番のお気に入りの家具にしてやるよ。そなたを愛して愛して灰になるまでわらわの玩具にしてやるよ。
はっきりしたわ。もう疑いようもない。は？と言いますと？あなたたちが死んだ死んだという二人はここにいない。そしてベアトリーチェからの手紙があり、親切にも死体は持ち去ったと告白してくれている。そういうことよ。もう茶番は飽き飽きしたわ。茶番ってどういう意味ですか？私はジェシカちゃんの部屋で言ったわ。信用できるのは自分自身と、死体となって見つかった者以外いないってね。そして死体が見つからない以上、あの二人が殺されたことを認めるわけにはいかない。待ってください、ローザおばさん。それはどういう意味ですか？南條先生と熊沢さんは死んでないわ。生きている。殺されたということにして、この屋敷のどこかに隠れてるの。私たちを襲うためにね。なんでそんなことがわかるんですか？ゴーダさんたちが嘘をついているというんですか？ローザ様、このゴーダ、いえ、後宮家使用人一同、誓ってそのようなことはいたしません。あなたたちは、南條先生たちは殺されたと言っても、死体がない以上、それを信じるわけにはいかない。あなたたちが口裏を合わせて、そういう嘘をついている可能性があるもの。あなたたちの無実を信じる方法はちゃんとあるわよ。南條先生と熊沢さんの遺体が見つかることよ。それが見つかったら、私はあなたたちの話を聞いてみようという話にもなるわ。でも、見つからない限り、あなたたちは狼であることを否定できない。あんたも黄金に目がくらんであの魔女に買収されたんでしょう。そんなに金が欲しい？そうなんでしょう。一生遊んで暮らしたいの？そんな人生に何の価値があるのよ。ローザ様、私たちは、そんな。黙りなさい。そしてシャノン、それ以上近づかないで。10年も恩を受けながらそれを仇で返すなんて、容赦なく引き金を引くわよ。そんなのってひどすぎます。ローザおばさん、それは暴言だ。この部屋で殺人が起こった。そして犯人が死体を持ち去った。彼女たちはそれを正直に申告しているだけだ。シャノンさん、下がって。ローザ様、確かにこのゴーダはお勤めして日も浅く、信用を勝ち得ていないのはわかります。しかし、せめてシャノンさんだけでも信じていただくわけには参りませんか。彼女は10年間も後宮家に奉仕を捧げて参りました。このゴーダを信じろとは申しません。せめてシャノンさんだけでも信じてやっていただくわけには参りませんか。よしなさい。ローザ様の言うことはもっともだ。死体を見つけない限り
南條先生と熊沢の無実は証明できない。ローザ様、私たちは後ろ宮家にお仕えする家具です。私ども信用されるもされないもまた私どもの預かり知ることではありません。たとえどのようなご評価をいただこうとも、最後の時までお勤めを続けるのみでございます。あなたは本当に使用人の鏡ね。お父様が心を許すのもよくわかるわ。そんなあなたまで疑わなくてはならないなんて本当に心苦しいわ。私は信頼の証としてこれを預かっていると信じています。それを失ったならこれをお返しするのは当然かと思います。それはいい判断ね。今日何度もあなたたちが疑われてきた最大の根拠はこのマスターキー。それを手放せば疑いが晴らせるのではないかというのは初歩的ではあるけれど、まあ悪いことじゃないと思うわ。二人とも マリア、その手提げを貸しなさい。わあ、返して！これで満足かい、ローザおばさん。これでマスターキーはローザおばさんが持つものだけだ。これで満足なんだろう。ええ、満足よ。たとえ全員が信用できなくても私は私自身だけを信用することができる。その私が銃とマスターキーを独占できた。これで私はもう誰も疑わずに済むの。あなたたちも嬉しいでしょ。これでもう疑われずに済む。
鍵なんか関係ないよ。ベアトリーチェは魔法で扉を開けられる。鍵なんていらない。そんなもの、誰が持っていたって持っていなくたって、関係ないんだよ。その笑い方をやめなさいっていつも言ってるでしょ。なーに、バトラ君。もう、よしてくれよ、ローザおばさん。マリアが、正しかったんだ。何を言っているの？マリア、疑って悪かった。信じなくて悪かった。バトラ。全部魔女の仕業だったんだ。魔女の仕業だったんだよ。トリックとかミスとか、どうでもよかったんだ。ただ、ベアトリーチェっていう魔女が実在して、本当に魔女だっただけなんだ。それも、俺は信じなかったから、こんなにも苦しくて、悲しくて。バトラは、ベアトリーチェを信じてくれる？ああ、信じる。ベアトリーチェはいるんだ。そして、不思議な魔法を使う、魔女なんだ。バトラ。それでいいんだよ。バトラ、ベアトリーチェは、いたの。バトラが、なかなかそれを信じられなかったから、見えなかったの。魔女はいるの。いる。もうすぐ来る。バトラは、ベアトを信じてくれたから、きっと黄金鏡へ招かれるよ。もうすぐ、もうすぐだから。もう、何も怖くない。怖くないよ。マリアと一緒に、お手手をつないで、ずっと一緒にいよ。一緒に、碑文の謎を考えよ。ベアトの問題を考えよ。ベアトは、最初から言ってるよ。この問題を解いて遊ぼうとしか、言ってないよ。ああ。そうだったんだ。犯人探しなんて、全くの時間の無駄だったんだ。俺たちは、ただ魔女を信じればよかったんだ。マスターキーはお返ししましたが、私どもの後ろ宮家の忠誠は変わりません。客前は以後、お許しがない限り立ち入りません。どうかローザ様も、客間を内側より施錠なさってください。本当に殊勝な人ね。台風が過ぎ去って、この島に再び、海猫の鳴き声が戻ってきたなら、私たちは、再び互いを信頼し合えるのかしら。もし再びの信頼を賜えるのでしたら、これに勝る喜びはありません。そうね、私たちは必ず分かり合えるわ。海猫の鳴く頃に。この部屋は警察が来るまでこのままにした方が良いでしょう。ローザ様、施錠をお願いいたします。私たちは厨房へ戻ります。何かございましたら、いつでもご用命ください。ありがとう。あなたが狼だったなら、なんてシャーシャーとのたまうのか。そしてあなたが羊だったなら、あなたを狼の檻に放り出して、ごめんなさい。家具は、家に運命を委ねます。命を落とすことになろうとも。それによって、ローザ様の信頼を再び勝ち取れるならば、それはとても光栄なことです。できることならば、あなたたちが台風が過ぎ去るまで元気でいることを願っています。これはすべて台風が奏でる暴風と降雨の競争曲。演奏が終われば幕が下り、私たちは再び手を取り合えるに違いない。海猫の鳴く頃に。
私も厨房に控えております。何かございましたらいつでもご用命ください。温かい食事をお望みでしたらいつでもこの豪田最高のお料理を用意させていただきます。ありがとう。あなたには明日の朝食を頼みたいわ。明日の昼前には船も来るでしょう。今までありがとう。六軒島で唯一の楽しみがあなたの食事だったわ。かしこまりました。この豪田最高の朝食を用意いたします。どうか明日の朝を楽しみにしてください。ありがとう。シャノンちゃんも明日の朝に美味しいコーヒーを飲みながら仲直りをしましょう。ジョージ君、僕も彼らと一緒に行く。いいんです、ジョージ様。どうか客間にお戻りになってください。もうマスターキーは他にありません。だからローザ様とご一緒に客間にいれば誰にも脅かされません。そうね、そういうことになってる。客間に私と一緒にいるのが客観的に考えて一番安全だと思うわ。でも無理に一緒にいろとは言わない。ジョージ君はジョージ君の安全だと思う場所にいればいい。ジョージ君ももう大人だものね。明日の朝までどこで誰と過ごそうと自由だもの。そうさ、僕は僕の判断で誰と夜を過ごすか決める。あ、兄貴。バトラ君はローザおばさんと客間にいるんだ。きっとそれが一番安全なんだ。客間の外はそれに比べたら安全ではないと思う。なら、そんな場所にいる彼女を、僕は一人にしておけない。俺は、決して、シャノンちゃんや他の使用人を、いや、誰かを疑ってるわけじゃないんだ。誰も疑いたくないんだ。遺産？黄金？そんなのくだらねえじゃねえかよ。そんなので殺し合いなんて、あるわけねえじゃねえかよ。うん、バトラ君の心が美しいことは、僕が一番知っている。誰も君を責めない。誰も。兄貴。大丈夫、バトラはマリアが守る。マリアと一緒ならベアトリーチェでも手出しできない。だってマリアはちっちゃくても魔女だもの。うん、マリアちゃん、バトラ君をよろしく。さあシャノン、行こう。はい、ローザ様。それでは失礼させていただきます。ご用命がございましたらいつでもお呼びつけください。さっきはひどいことを言ってごめんなさいね。明日の朝まで許さなくてもいい。でも明日の朝になったらもう一度謝らせて。はい、ありがとうございます。何も信用できないわよ、カグどもが。なんでそんなことを言うんだよ。マスターキーは5つで全部。そんなの誰が信じるの。どうせ複製の鍵があるに決まってるのよ。彼らが懐から鍵を出したくらいで信用なんかできるものか。そりゃねえぜ。その鍵を置いたってのはよ、単に鍵を手放したってだけじゃねえ。あんた、彼らの今日までの苦労を全て台無しにして怪我して踏みつけて、その挙句としてその鍵を手放させたんだぜ。その捨て台詞はなんだよ。ここまでしてみせてなおまだ信用できないってのかよ。マリだぜ、あんまりだぜ。そんなのって悪魔の証明なのに。マスターキーは全部で5つ。そんなこと証明不能なのよ。マスターキーが5つあることはここに置けば示せる。でも
5つ以上存在しないことは証明できない。そんなことは悪魔か魔女にしか証明できないのよ。もうやめてくれ、もうやめて、頼むよベアトリーチェ、今すぐ現れてくれ。そしてローザおばさんに赤でマスターキーは5本しかないって言ってやってくれ。頼むよ、ご招待よ。悪魔にしか証明できないんだよ、魔女のお前なら証明できるんだよ。頼むからベアト、ここに現れてローザおばさんに、マスターキーはそれで全部だから、もうみんなを疑わなくていいんだって教えてやってくれ。マスターキーは5本しかない、マスターキーは5本しかない。これはどうしたことか。わらわがいくら口にしてもローザに届かぬ。どうやらわらわの存在を否定しているやつがまだいるから聞こえないみたいだな。後ろ宮バトラー、認める、認めるよ、お前はいる、いる、確かにいる。だから五章だよ。もうこんなのはやめてくれ、もうやめて、もうやめて。言葉だけでは届かぬぞ、態度で示せ。わらわの家具になると心から誓え。できるか。服を脱げ、裸になるんだよ。そして両手をついて地に這え。着衣は霊長にのみ認められた証だ。貴様は今から家具になるんだよ。だからその資格を失う、当然のこと。そしてひざまずけよ、わらわの靴に舌を這わせろ。できるか。できるんだよな。そうしたら現れてやるよ、赤で言ってやる。マスターキーは5本しかないってローザに言ってやるよ。ああ、でも分かってる。誇り高きお前がプライドを捨てられるわけがない。それでもいいんだよ、十分なんだよ。ちょっとグラーってきただろ、靴を舐めてもいいか一瞬思っただろ、すぐにそれを否定して自分を恥じただろ。その表情が見れるだけで最高に素敵な気分なんだよ。ざまあねえ顔だよ、鏡で見てみろよ。裸になって靴を舐めてる最低なお前が映ってるぜ。見えるかよ、後宮バトラー。